大雪ダムは、北海道上川郡上川町、総運京大学平地先、一級河川、石狩川、本川最上流部に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局が管理する特定多目的ダムで、日本第三の規模にして、北海道最大の大河である石狩川の本流に建設された河川法上のダムとしては、唯一の存在である。 石狩川の地水及び旭川市などの水亀として建設された。堤高は86.5メートルで、形式は中央土質社水壁型ロックフィルダム。ダムによって出現した人造湖は大雪湖と呼ばれ、大雪山国立公園内に位置している。石狩川総合開発計画は1947年の桂沢ダム建設より始まり、その後は市別ダム。 金山ダムと主要な支流に多目的ダムが相次いで建設されるようになった。だがその後も洪水による被害は続き、1954年の台風15号では上川盆地に流淘木による甚大な被害をもたらしていた。この頃、石狩川では北海道電力によって総運橋を中心に水力発電開発が進められており、その中で 1960年代初頭には大規模な水力発電所の建設が計画されていた。戦後急激な発展を始めた北海道の電力事情はかんばしいものではなく安定した電力供給は北海道経済発展の要であった。このため北電は雨流発電所に続く大規模ダム式発電所として上川町に大雪ダムを計画する。 形式は当時施行が、盛んに行われ出した、中空重力式、コンクリートダムとして計画され当初は、包み高110.0メートル、有効貯水容量は1億2400万トンと、当初から全国屈指の発電用ダムであった。だが、課題である、地水の多しの土地域データン地開発事業など、盛んに推進されていた、農地開墾の水源としても、石狩川は重要であり、 両者を管轄する北海道開発局は治水と考え目的での事業三角に乗り出した。北海道開発局の事業三角で大雪ダム計画は再検討され、結果1964年には包み高118.2メートル有効貯水容量1億4100万トンという北海道最大級のダム計画になった。名称もこの折には、 石狩ダムと改め、北海道電力としては、当時最大のプロジェクトだった。ところが1961年1962年と2年連続で流域を襲った、集中豪雨は1953年に策定された、石狩川改修全体計画で計画した、洪水流量に、ほぼ匹敵する洪水となり、流域では、 堤防決壊による浸水被害など大きな被害を受けた。こうしたことから石狩川の洪水流量の改定が必要となり、増えた分をダムでカットすることが求められた。また、旭川市や上川盆地では農地拡大による灌溉用水の不足に加えて人口の急増に伴う上水道供給の不足が顕在化し、 新規の水資源開発まで求められるようになった。こうした経緯から1965年、石狩川水系が一級水系に指定されたのを機に、策定された石狩川水系工事実施基本計画によって、石狩川本川への多目的ダム建設が地水、利水の両面から重要視された。そして、北電が事業主体として計画していた石狩ダム計画は、 石狩川総合開発計画の要であることから、建設大臣が施行、管理を一貫して行う特定、多目的ダム事業として、計画を大幅に変更し、事業主体を北海道開発局へと移行させた。この時点で、北電の石狩ダム計画は事実上中止となり、名称も大雪ダムとされた。以上の変遷を経て、1965年より、 石狩川総合開発事業が決定され、大雪ダムはその中心事業として建設に着手することとなった。なお、北電は電気事業者として発電事業にそのまま参画した。ダムの規模や形式については再度検討が行われ、北電が計画した当初の中空重力式、コンクリートダムはロックフィルダムへと変更された。背景には、中空重力式は、 複雑な工程が求められるため材料費や人件費などの建設コストが割高になることが建設当時には知られるようになり、反面ロックフィルダムは技術的ノウハウが蓄積されてきたことに加え、コンクリートダムでは建設に何のある地点でも建設が可能、さらに中空重力式より建設コストが安価であったことが考えられる。 規模についても治水及び離水に必要な貯水容量を算出し、石狩ダム計画に比べ規模を半分程度に抑えた。ダム地点は、総運橋の名所、大箱の直上流部で、大雪山系に抱かれた場所であり、人家が皆無であったことで、水没保障は山林保障だけであった。ダムは計画発表より10年の歳月をかけ1975年に完成した。 目的は、石狩川本川の洪水調節、流域の観光水利権者が保有する農業用水取水量を維持する不特定利水、旭川市など流域新機械墾のうちに対する灌漑用水供給、旭川市への浄水道供給、そして長年ダム計画に携わった北海道電力による水力発電である。多目的ダムとしては用途が比較的広範囲にわたる。 治水については、ダム地点において、石狩川水系工事実施基本計画で定められた、計画高水流量、毎秒1000トンのうち毎秒900トンを、ダム湖で貯水しカットさせ、下流には、毎秒100トンだけを放流する。これに堤防などの治水対策を組み合わせることで、旭川市旭橋地点における、計画高水流量、毎秒2950トンを、 毎秒2500トンに低減させる。また、流域の環境水利権分の揚水補給については、毎秒57.28トンを安定して放流することで、下流における農業用水の取水量を維持させる。離水については、旭川市及び上川郡上川町、愛別町、東馬町、 ピップ町の市四町内にある新機械混納地17,800ヘクタールに対して年底で2,700万トンの灌溉用水を新規に供給する。また浄水道については旭川市へ日量10万トンを供給。そして水力発電は半地下の大雪発電所をダム直下に建設しダム水路式発電所として認可出力2万キロワットの発電を行う。 北電は大雪発電所の多直下流に建設した総雲京ダムをはじめ新訓別ダム、古川ダム、アンタロマダム、愛別ダムなど6カ所の取水園庭と水力発電所で発電を行い合計で87,800キロワットの電力を札幌市などの北海道主要部へ供給するダム完成後旭川市までの治水は保たれたが1981年の 大水害はそれより下流部において、甚大な被害をもたらした。また、旭川市は、ダム完成後も、さらに人口が増加し、建設当時の予測を上回っていた。このためより、確実な石狩川総合開発が求められ、2007年には、上流部最大の支流である中別川に中別ダムが、建設された。現在はこの2つのダムに加え、北海道建設部が、管理する、 補助多目的ダム、愛別ダムがあり、三ダムは旭川市の水亀として、また石狩川上流部の治水に貢献している。大雪湖ダムは旭川市中心部から約70キロメートル上流に位置し、大雪山国立公園内にある。左岸部に大雪山がそびえることから、ダム湖の名前も大雪湖である。ちなみに、 大雪山国立公園にある湖は差別湖を除き、人造湖である。下流には、名称、草雲橋があり、大箱、小箱や銀河の滝、流星の滝等をはじめ、祈願、絶景が連続し、草雲橋温泉と合わせて、観光客が多い。大雪湖は、雨マスやオシオロコマ、ニジマス釣りのメッカとして、多くの釣り客が釣り糸を垂らす。ただし、ヒグマには、 要注意である。ダム地点は、国道が分岐しており、直進する国道39号を進むと、北海道の屋根と呼ばれ歌にもなった、赤北峠があり、峠を越えると、オンリー温泉方面へ至る。一方、ダム天馬を通過する国道273号は三国峠を、越えると、十勝市町に入り、途中、ぬかびら湖、ぬかびら温泉を経て、帯広市方面へ至る。 峠通過後の原生林の壮大な景色は見るものを引きつける。なお、このダムの近くの国道273号沿いには国土交通省の大雪道路情報ターミナルが建っており、同ターミナルの2階には大雪プラザ273という展示施設も併設されている。ありがとうございます。